バンド、IB カラーが25日、来年2月末をもって、活動休止すると発表。メンバーの佐竹敦史、VO、GT は、やりきったとコメントした。同バンドは2016年に4人組バンドとして始動。23年4月以降は、佐竹のソロプロジェクトとして活動する。バンド活動9年間の集大成として、来年2月14日に、大阪、21日に、名古屋、28日に、東京で、ワンマンツアーを実施する。IB カラー、佐竹敦史、VO、GT のコメント。このど IB カラーとしての活動を休止することにしました。理由といたしましては至ってシンプルで、やりきったという一言につきます。お嫌いになったわけでも、自分と元メンバーと築き上げてきた、この IB カラーに疲れてしまったなど、そういう理由ではなく、一度10年以上続けてきた、この、というものから離れてみようと思いました。コロナでどれだけのライブが中止になっても、メンバーが抜けてしまっても一人になって右も左も、わからずあがいていた時も常に支えてくれたファンの皆さん、そしてチームの皆さんには感謝しかありません。をこれからも続けるという言葉にはとても広い意味があると思ってます。プロやメジャーアーティストを目指す月に何もライブを何曲も新曲を作って活動すること、自分の人生を築きながらたまに曲を作ったり弾き語りしたりが好きな気持ちをこれからも抱えて日々を過ごすこと、僕は一旦これまでお世話になって事務所やチームをこのタイミングで離れ、これからは後者で一度生きてみたいと思いました。大事なこととしては、これからもマイペースにはなるけど曲は作ります。ライブはわからないけど、落ち着いたらまたやれたりする日もあるのかな？って今は思うくらいです。何度でも言いますが、大好きです。IB カラーは僕の誇りです。きっとこの先の人生何があるかわからないけど、皆さんと一緒に築き上げてきた、この9年間は僕の人生の一番の宝物です。僕は僕で、IB カラーで、まさに良かった。2月の東名阪、ワンマンの休止まで、せっかくなら一人残らず、ライブに来てほしいです。全力で一旦最後まで、走り抜けます。今までありがとう。そして、これからもよろしく。IB カラー佐竹敦史。